礼儀とかもちゃんとしてるからもうちょっと年上に見えたとか。そうか、芸能界にいると礼儀は一応先輩後輩あるから叩き込まれるので、うん、やっぱそういうのはちゃんと、あ、逆に覚えたんだ。はい、できててよかったなっていうふうに思いますね、うん、おまけに加藤ちゃんのね、あのあれはもう自衛隊入れる厳しいからね先生、自衛隊も過酷ですよ。いや、自衛隊よりも厳しいと思う、俺は。俺は、それは突然呼び出し、突然、いなくなる。世話係やから探さなあかんの、墓やもんな。そうですね、結構海外とかに行った時に、あの、海外なんて特にどっか行かれちゃうと困るじゃないですか。もちろん。だからもう佐藤さんからも、あかねちんも絶対まあのことから目離さないでねって言われて。佐藤さんは今日も自由です。目離しをらんときは、あの、加藤ちゃんのなんか洋服が匂い嗅ぎながら、それ持って、こう。そんな警察系みたいなことはしなかったですけど、でもほんとちゃんと目離さず、お買い物してました。でももう、ああいう性格の子やから、はい、ねえ、あっち行こうよ、どっか行こうよ、とか、うん、ここ嫌だ、とかいうのはいっぱいあったでしょ。いや、もうそういうこと言わずにどっか行っちゃうので、あ、もうここ嫌だ、そういうこと言わないのか、もうさっと行くのか、嫌だって思ったら気づいたらいなくなられてるので、お前がずーっと目見てて動いたら一緒に動いてたのか。そうですね、こっちも一応初の国だったので、あの、見たいものとかいっぱいあるから、あるけども、お買い物とかしてると本当にすぐいなくなられちゃって、あ、すいません、あの、ちょっと待っててください、嘘、さんに言って、あの、探しに行ったこともありました。事務所から長めのリードとか持たされてますないの。リードはさすがに20メーターぐらいのやつ、伸びるやつですね。ゴムじゃない、ゴムやないに、あら、いやいや、あんな犬の散歩やろ。さすがにそれはしてなかったですけど、そういうのがあって苦労しながら来たからしっかりしてしまったんだ。でも楽しかったです、うん、佐藤さんと一緒にいるのは。そうやな、楽しいよな。楽しかったです。まあ、ええ経験やよね。そうです、本当に初めて見る、うん、人種やから、人種様なので、こう楽しくやらせていただいてました。そうそう、向こうは向こうでああしながら気づくとるからね。そうですね、それなりにな。そうなんですよ、そういうところが見えるのが、はい、逆に俺らから年齢するとかわいそうになってくるんだけどね、さと、うん、ちゃんも、うん、それはやっぱり確かやな、はい。